ガチウーバー。はい、というわけで、小野さん、はい、あれは何月でしたかね。あれは5月、6月くらいですかね。はい、一方的な謝罪を YouTube に上げてから、はいはい、3ヶ月ちょっと経ちました。はい、あの頃のことちょっと明かせないかったけど、はい、いよいよね、はい、解決しましたんで、また解決ありがとうございます。じゃあ小野さん、何があったか語ってください。はいはい、簡単に言うと、求人の詐欺に遭いました。求人詐欺、はい、どんな感じですか。無料で掲載しますよって、はい、電話を受けて、はい、じゃあお願いしますって、お願いしました。はい、そしたら、掲載終了の、電話がもう、掲載終了の電話とかもなく、そのまま掲載っていう形になっちゃって、無料期間が終わりましたよというような、電話を受け、そこからお金が、発生してしまうっていうような、詐欺ですね。はい、しかもなんかね、一応載せた体で、はい、なんかネットにちょろんって載るんですよね。はい、そうですね。で、請求額が1社20万ちょっとですかね。で、何社から来たんだっけ。2社ありましたね。申し込んじゃったのは何社でしたっけ。4社申し込んで2社は、はい、ね、完全に請求され、はい、困りました、はい、というわけで、横にいらっしゃる弁護士の先生に助けていただきました。はい、ありがとうございます。自己紹介、簡単にお名前ぐらい、はい、はい、弁護士の澤田仁です。弁護士の澤田先生と弁護士の足立圭介です。足立先生と、あともう一人画面に映ってないんですが、後ろに常岡先生と、3人でね、なんと弁護団作ってもらってたかが40万ぐらいなのに3人の弁護士で、先生どうもありがとうございました。なんかこういう事件多いんすか。そうですね、ちょっと前に無料求人広告詐欺ってことで流行ってたんですけど、はい、うん、なんかコロナのタイミングでまたちょっと流行りだしてたみたいで、それで被害に遭ってしまったってことなんですね。はい、はい、これ本来、まあ、僕最初足立先生に電話したじゃないですか。本来別に一人でも行けちゃったりするんですか。それともやっぱ3人っていうところが強かったんですか。一人でもいいです。まあできなくないけど、みんなでやった方がチームが集まるので。ああ、なるほど。なんかあれですよね、3人も来ていただいて、なんか報酬十分払えずなんか申し訳なさいいっぱいですよね、小野さん。はい、申し訳なさいいっぱいです。はい、はい、なんか具体的にこうやったよみたいな内容はあんまり明かせない方がいいんですか。喋ったら非常会ってなかった。そうですね、あんま喋んない。あんまり喋んない方がいい。はい、しましたということで。はい、そうですね、もう弁護士さん入ったらピタッてなくなったんですよね。はい、はい、なんか本当に助けていただいて、困ったらやっぱり法律の専門家弁護士さんにお願いした方がいいんですよね。なんかありますか。こうやってわざわざ来ていただいたんで、よかったら、あ、常岡先生も喋っていただいてます。だ、じゃないだ。もう早く飲み行こうぜみたいな雰囲気が漂ってるから。まあでも、この点の先結構多いので、結構引っかかってる人多いと思いますので、はい、困ったら、弁護士に。ここまで、はい、電話番号入れればいいですね。はい、わかりました。じゃあ、テロップは金親さんにお願いします。はい。なんか、まあ、たまたま福祉司法の連絡会でお知り合いにならしてもらって、結構弁護士さんって敷居高いって思ってたんですけど、そんなことないですよね。なんか困ったらやっぱちょっと相談するみたいなことを結構気軽にできるので、なんか生活ちょっとね、いろんなこと課題とか、まあ、消費者問題とかいろいろありますが、お気軽にって感じで先生いいですか。はい、はい、というわけでこれからも正義の味方弁護士さんにお世話になろう。なろう。あ、時間かかる。お世話になるっていう。よくわかんないけど。もう引っかかんないです。もう引っかかんないです。はい。じゃあ小野さん、ほら、はい、画面の皆さんに今回はお騒がせして、どうも、はいはい、すいませんでした。はい。無事解決しましたということで、先生たちどうもありがとうございました。じゃあ今日はこれでいいですね。はい。はい、ありがとうございます。せーの。
津賀チューバー。ありがとうございました。